夕焼け。いつものことだが、電車は満員だった。そして、いつものことだが、若者と娘が腰を下ろし、年寄りが立っていた。うつむいていた娘が立って、年寄りに席を譲った。そそくさと、年寄りが座った。礼も言わずに年寄りは、次の駅で降りた。娘は座った。別の年寄りが、娘の前に、横合いから押されてきた。娘はうつむいた。しかし、また立って、席を、その年寄りに譲った。年寄りは、次の駅で礼を言って降りた。娘は座った。二度あることは、という通り、別の年寄りが、娘の前に、押し出された。かわいそうに、娘はうつむいて、そして、今度は席を立たなかった。次の駅も、次の駅も、下唇をキュッと噛んで、体をこわばらせて、僕は、電車を降りた。硬くなって、うつむいて、娘はどこまで行ったろう。優しい心の持ち主は、いつでもどこでも、我にもあらず受難者となる。なぜって、優しい心の持ち主は、他人の辛さを自分の辛さのように感じるから、優しい心に責められながら、娘はどこまで行けるだろう。下唇を噛んで、辛い気持ちで、美しい夕焼けも見ないで。